あ、ありがとうございます。役割がランダムに決まります。そのままお待ちください。あなたの役割は占い師。占い結果は初日はランダムに占われます。占い結果は人狼ではありませんでした。誰だって占い師ばっかでやらせないでくんねえかな。もう頭がもう後半だから回んないよ。寝てる時間帯だからね、こっちの時間帯が。ただデッドボールも失敗出るってことは、そのままお待ちください。このゲームの時間もちょっと圧縮したいでいいね。これがもうこう人狼削るってことだ。ちょうど朝が来ました。初日の襲撃はありません。8番さんが発言します。はい、霊媒師です。いきなり出る必要ないってなって、よく進行論とかで、まあ、進行論前回も例のが叩きで言ってくる人っているんですけど、僕の精査しなくて済むん で、対抗出るんだったら別にローラーしてもらっていいんで、それで一陣が落として、狭く、その、霊能の真偽とかかける必要ないじゃないですか。だからどっちから行くとかっていうのを必要ない状態にして、例えば対抗出てきたらできるし、一角したら、まあ、この位置で、まあ、2周目こういうふうに、全体的にこう見えてますみたいなのを言って、で、まあ、2周目、という、まあ、騎士さんと連携取ったりして、やっていくとかできるんで、使用しました。霊媒師です。はい。お願いします。9番さんが発言します。はい、9番占い師でした。1番さんがランダムで白、1番さんがランダムで白でした。まあ、情報の中では、まあ、1周目の発言の中からの、まあ、9番の位置に回ったときに、まあ、ここが怪しいんじゃないかって、もちろん述べるけど、そこの後の精査の方が大事で、まあ、後続に連れるにつれて、まあ、全人外だったら意味ないんだけど、いや村がいたときと狼がいたときって、多分9番に対する差とかって、変ないびつなものになってくるから、村は聞いて、本当に9番が新芽があるのかっていうのを考えながら、まあ、発言してってほしいなっていうふうには思ってます。これ2周目の話だから、1周目はもう自由ですね。要は自分が思ったことを前の人に触れて、その関係性を触れろとか言うけど、最初単体がすごく大切だと思っているから、まあ、しっかり単体と見極めて発言とか拾っていければいいかなっていうふうに思っています。8番は1個情報減らしちゃってるからもったいないなって出方は思いますけど、出ちゃったから精査しなくていいってなっちゃうから。1番さんが発言します。いやー、俺8番に思ったことさ、素直にさ言うけど、これさ村側からめっちゃ暴論だって言われてもしょうがないぐらいのレベルで今から言うね。8番に対して、あの8番に関してはマジで村りがないのと、7番に暴論だ、あの自分の発言からね、あの発言に自信がないから役に逃げたとしか俺は思えないんだけど、どうせ死んだろうと思ってるけど、それに8番自身が言ってたけど、精査をしなくてもいいから霊能出ましたって言ってるけど、それって別にあなたがしっかりとね、1周目2周目ね、トータルで発言に自信があるって思えるんだったら別に霊能出なくてもよくね。8番別につもし霊能が不定だった場合を追求するだけだから。8番が新霊能だったら9番に対してめちゃめちゃ無責任だなと思う。以上。2番さんが発言します。はい、CEO ありません。まあ1番さんに言ったら9番に対して無責任ってのはよく分かんなかったけど、まあ8番が偽の場合はまあ連れに来てるようなもんだから、狼はないのかなと思う。あって狂人かなと、だから心境あたりだと思うよね。
まあ、それは盤面確定してからでいいと思うし、占いに関しては、まあ、その位置なんで、後半でもしね、対抗が1人2人出てきたときに、発言を持ってかれる可能性があるので、苦しい位置かなとは思うんだけど、新占いやったら頑張ってもらいたいと思うところかな。うん、まあ、頭が霊能と占いと占いの城先なんで、現状はこんなところ。特に一番さんに分かんなかったのはそれだけ。3番さんが発言します。まあ、正直9番さんとか1番さんが何者か分からないんだけど、自分と考え方が違っていて、8番さん出てくれてめっちゃ楽じゃないですか。グレー幅1個減るから、8番自身も言っていたけど、1番さんが進行論で唱えていた釣り切る思考であるならば、なおさら霊媒師の精査っていらないから、灰のままでいた場合って8番の精査までする必要性があるから、出てめっちゃ良かったと思うし、9番さんがポロッと言った8番さん出方もったいないなって言ってるのが、占い師視点も出てもらいたくない？全然思考がわからない、単純に。まあ、8が真かどうかはわからないけど、別に。偽だったとしても何の推しでもないと思っちゃってるんだけど。だから単純に9と1と全然合わないなってくらいですかね。まだ1人しか使用してなくて、その城先にいるのはあれだけど、思考は全く合わないです。人外かどうかはわかんない。はい、自分は8出てめっちゃ良かったと思ってるからいいでしょ。4番さんが発言します。4番です、お願いします。あ、僕も考え方は3番さん側ですね。まあ、出てすっきりした視点から考察した方が村の考察って伸びると思うし、まあ、だから9番さんも推理しやすくないって思うけど、まあ、これがワンチャン9番さんが8番白とか刺さってたとかの盤面だったら、なんか占い師の、これでなんか8番に作為的に白刺した占い師みたいに見られるのが嫌だからとかだったら理解はできるんだけど、だから初週でなんかその簡単に出んでほしかったとかだったら分かるけど、まあ、1番白保有してる9番の視点だったら3番の言うたり8番出てくれて、まあ、シンプルな視点で薬回した方が良くないって素直に思ったから、まあ、3番さんの言ってることは分かって、だから1番はなんか8番にイチャモンつけてるだけでさ、2番みたいに中身の推理してる人の方が印象いいんだよね。だからなんか単体で見たときに3番は言ってることが分かる人で、2番さんは8番の中身推理しようとしてるから2番さんの印象がめっちゃ良かったです。要は1番の印象が悪いってことね。5番さんが発言します。いや、8番が霊能使用するかどうかってメリットデメリットの比較でしょ。8が霊能使用した場合にデメリットが、老教の霊使用を見てからの真の霊使用が入って霊能さん使用でっていうのが村としてのメリットだったのに、それをなくすからデメリットっていう話で、じゃあメリット何かっていうと、その発言精査をする必要がないって言ってたことだと思うんだけど、それがなんかそのメリットデメリット比較して勝率にどれぐらい影響してるのかって多分統計取んないと分かんないし、ムラリがないって言ってるのもなんか比較してないのに言ってんだろうなとしか思わないですね。で、2番がなんか印象いいって言ってたけど、2番がなんかふがふが言ってただけでなんか何言ってるのか分かんなかったし、1番の印象が悪いっていう点を補強するためになんか2の印象がいいってなんかあえて言ってんのかなみたいな気はしましたね。6番さんが発言します。はい、お願いします。占い師でした。4番さんにしろ、4番さんしろです。対抗は現状わかりません。まあこれは考え方の違いなんですが、対抗の城先の1番さんと、2番さんもある程度共感するって言ってたんだよね、1番さんに。8番さんが進化にしてかわからないけど、2周目に出たとて何か変わりますかって逆に聞きたいですね。はい。で、私はもちろん8番さんが進化、強化、老化、まあ大体心境場面だと思うんですけど、わかりませんが、8番さんの位置で、8番さんが思ったことを、
も、聞きたいです。はい。精査を聞きたいなと思っています。だから3番さん寄りの意見ですね、私は。まあ、5番さんはまた自分の観点での発言。あなたの発言です。まあ、8番の話が重すぎて、8番に資格します。一般常識上。はい。比較します。はい。高確率で。ただ残念なことに、新占いの弘前は、新霊能に刺さっている。ってことです。はい。問題は8番と村が6番、9番を釣れるかどうかっていう話。はい。比較します。一般常識。2番だったか7番が8番に何か言ってる？うん。あ、新占いはね、8番白を持ってるからね、どうせ新霊能だろうと思ってましたよ。いいかい？ 2 番さん。7番は、だから、8番に対して7番がなんか突っ込むとか突っ込まないとかの前に、うん。それよりも6番、9番つってくれない？以上です。はい。8番さんが発言します。まあまあ、そういうことですよね。騎士が1番さんでしょう。じゃあ、占い師、どうします ?1 番さん。これはもう普通に相談だと思うんですけど、マジで、全路盤面じゃん。じゃあ、味番が仕切ってくれ。占い釣り切り、占い釣り切りだけど、1、2番の色を見たい、1が8、5、A、あ、ごめん、2が8、5、A、1が、3、4、5、どっちか。グレーのどこでもいいんで守ってください。これ、グレーじゃねえわ、隠しろね。9、3、4、5のどこでも守ってください。まあ、利益を言ったら、それはそういうゲームだったってことで、終わらせましょうってことで、陣外さんは気づいたら、教えてくださいってことでいいですか。で、占いは釣り切りで、どこから釣るかは、まあ、理由込みで皆さんが喋ってくれればそれでいいです。で、とりあえず占い釣ったその場所の黒、白の情報としたいんで、2が8超え、2が8超え、1が、9、3、4、5のどこでもいいです。じゃあ、もうしてしちゃおうか。はい、4、なぜ9なのか。4超えしてください。1は4超えね。なんと5が噛まれるわ。ごめんなさい。なんと5は噛まれますけども。3超えにします。2が8超え、1が3超えね。これ絶対守ってください。新規の人はそれ間違えると、村負けます。2が8超え、1が3超えね。で、占い釣り切り。9番さんが発言します。はい。まあ、仕事は終えてるから、別にいいかなって思います。要は3番とか4番から言われた発言ね。要は8番が場面見えるんだからいいじゃんって、もちろんそうなんだけど、要は8番さんの発言を精査することがしなくなっていいから、9番は8番にもったいないよって言ってるから、別に偽とかそういうデメリットとかは別に言ってないわけで。だから2番さんっていうのが、まあ、1番さんは、まあ、あって強靭なんだけど、まあ、6番と7番と2番、これ釣れば勝ちだから、まあ、占い釣り切りだよねって。6番のおかしいのって、まあ、そもそも4番に白持ってて、3番が良くて2番がいいっていう4番視点っていうのが全部寄せた思考してるからの4打ちだから、まあ、そこに気づいてほしいのと、7番はまず新芽がないところが、まあ、8白保有している占い師なんです。じゃあ釣り位置どこなんですかって。だから多分、これ7番さんが私の中ではどちらかというと別に釣られていい人物だと思っているから多分7番とか2番とかの関係性よりかは6番2番とかの関係で7番強で1番芯とかはありそうだなって思っています。だってメリットなくない？だから1番とは脳みそは合ってる。8番が精査っていうのが、まあ、そもそもしなくなってよくてそれって情報源が減っちゃうからっていうので1番から8にムラリないよねって。そりゃそうよ。だって情報戦なわけだから、8番霊能で、狼って誰かの精査するときすげえ慎重になるじゃん。だからそこでいびつさっていうのを拾えるかもしれない。そこで8番が霊能し出ることが1番のメリットなんじゃない？
だから6番さんから狼狙って釣ってほしいなって思ってます。1番さんが発言します。うん、そうやね。あの9番さんに関しては、あのめちゃめちゃお見事だと思ってる。そうなんだよ、うん、あって強人と思われてるけど、9番さんに関してはお前白だからな。あ、今日はね、占いからなんでしょ。8番の言うことが聞くよ。8番の約束は絶対聞きます。はい。で、あの3-1に関しては俺騎士なんで、あの伏せさせていただきますので、でぐらいかな、正直。もうあと言うことねえや。あの、すべて1周目で言ったと思ってるから、あの、これでも、なんか、ね、ごちゃごちゃ言う村がいるんだとしたら、あの、まりで9番さんを死んで見れない村がいるとしたら、あの、もうちょい考え直してくれって思ってるぐらいかな。6番、7番の話を聞けばわかるよねって話だから、単純に。うん。で、これかな。はい。2番さん、どうぞ。2番さんが発言します。はい。まず、俺、今日はね、6番から釣ります。理由は、俺、2番が印象がいいとは一言も言ってないんだよね。なんでそういう話になったと思って、と思って聞いたからね、6番さんからの発言で。6番にしたいと思っている。なので6番からついた。まあ、9番さんには芯があるかもしれないんだけど、もし9番が芯の場合、俺の対抗は1番なんだよね。ってことは1番さんは強人ってことになる。じゃあ芯ロールで6、7が狼に出たのってのはちょっと疑問かなとも思うから、うん、難しいなと思ってる。7級の精査はね。ただ7番さんの出方と、発言の仕方はやっぱり芯には見えないってのは同意するんだよな。うん、どういう状況なんだろうと思っちゃうね。まあ3、4、5番さんはもう白隠したようなもんなんで、そちらの意見も参考にするけど、今日とりあえず俺はね、6番さんにしたと思うんで6番からついたい。まあそれでいいかな。で、8番さんを守ればいいってことで確認しました。了解です。よろしく。3番さんが発言します。まあ俺はめっちゃ2番さんが偽かなって今の発言で、9進1強を追う場合って一番強靭視点ってすでに進堂々の盤面ができてるんですよ、あの段階って。8番さんが使用した瞬間に、で全土って基本的に絶対にクロス声が強いから占い師ローラー貫通になる。だから1番が強靭だった場合って利敵でしかないですよ。そこに至らないですか。急進1強を追う場合って進路の状況かで、1が強靭で CO して絶対占いのローラーになるから、そこを追うのに2番さんってめっちゃ思ったけど、だから1が進なんだろうなって、今の発言引くと思ってしまう。自分が真の騎士だったら絶対1が強靭には見えないから、ローで見えて9から行っちゃうけどな。自分が2番の位置にいたら、1が強靭だった場合、もう一回言うけど、進堂々できている状況下で強靭が騎士使用したら占いローラー貫通して進堂々だったら負けちゃうから、1ロー9強とか91堂々って追う思考が自然だと思うけど、どう思います？4番さん5番さん。まあそれでも別に占いから行っていいんだけど、ちょっとわからんなぁ。ちょっと知恵借りたい4号の。ただ俺めっちゃ2番は偽だと思っちゃってる、今の思考は。自分が教授だったら絶対出ないからね。新道道やってるんだって思うから。ただ2がどうでも出る必要はないんだけどね。まあいいや、以上。4番さんが発言します。まあ、さんまさん残るから打ってください。
まあでも8番さんに一応言うと、あの片方は8番固定でいいけど、もう片方はねグレーのフリー声がいいと思うよ。だって3番指定 しちゃったら4番5番紙放題だから、別に着実に陣外視点って、あ、確実に4号どっちか噛めるから楽ちんってなっちゃうから、それだったらまあ一番さんが真の可能性も加味して3、4、5であのフリーで護衛させてあげた方が、まあ、ワンチャングッジョブが起こる可能性もあるって一番真だった時にって思いますよ。まあでも僕はさっさと噛まれてあの引退しようかなと思ってるんで。でも3番さんはまあいいんじゃない、あのクロスと せずに、まあ、クロスとするんだったらあの例えば初日を黒連れて残った占い師片方が黒出した時はクロスでいいと思うけど、それ以外は釣り切ったらいいんじゃない。一応6番7番9番の新郎ローケアを同士でやって、で最後に2番1番の決め打ちをしたらいいと思いますよ。はい、ぐらい。まあでもなんか1番も大概でしたけどね、なんか占い師 あの釣り先の話は伏せますとか、いや伏せてんじゃねえと思いました。お前精査される側だぞって、いつからそんな偉くなったんだよと思って聞いてました。2番さんは6番から釣りますって素直に言ってるから、まあ、6番2番狼はないんだろうなと思って聞いてて、僕6から釣るって言おうと思ったんですよね。6か7から釣るって言おうと思ってて、あのなんか6番が4白打った時って、まあ、6番2番狼だった時4番の思考を使って2番を釣り位置から遠ざける動きかなとか思ったから6から釣るって言おうと思ったんですけど、2番さんが真っ先に6から釣るって言って9番の真の可能性まで見てるのはのはいかがなもんなんですか。5番さんが発言します。うん、3、4、5片方にあの15へさせて6、7、9脳死で釣り切ってって4番が言ってたことその通りで、それ以外言うことがないですね。 LINE とか見れる状況でもないし、9-1でローローで一応占い結果的にはラインがあるけど、それが別に決め手になるかどうかって言ったら怪しいから、うん、2が狼だった時にどこもラインないよね。本当に、うん、占いロラってからって感じの村だと思います。6番さんが発言します。はい、お願いします。騎士の真偽は分かりません。どっちもどっちで、私は2番さんが1番さん印象いいって言ってたなんて一言も言ってなくて、1番さんが言っていることにはある程度共感できるよって言っていたって言っただけで、6釣りって。で、まあいいや。で、あの、1番さん、2番さん両方ともおかしくて、9番さんから始まってるんですけど、これ対抗のね。あの、9番さんって、1番、あって強人って言ったときに、あ、じゃあ、占いって、新道路なんだっていう言葉は出なきゃおかしくないですか？で、1番さんからも、そう、9番さんの言う通り、何？あの、自分、あって強人でしょって言って、じゃあ、占い新道路になるじゃん。その言葉が出ないし、2番さんからもないから、あの、ここの3人、あの、芯切ってほしいんですけど、ごめん。騎士どっちか芯なんですけど、あの、芯切ってほしいなと思ってます。こうなるとな、9-1は確かに見えるんだけど、7番さんがな、7番さんが強靭で出てくるメリットってありますかね。ラスポジで、あの出方で。ローかな。でも強靭だ、まあ出ようと思ってれば強靭でも出てくるかな。ローの可能性が高いと思うんですよね。で、9番さんが強靭かなっては現状を持ってます。で、あなたの発言です。はい。1番占います。本来ってもう9番が仕事終わってるから急釣りだよ、この村。それが誰一人も言えないからね、驚いてるよ。だから、9番は何 ?6 に通ってたなら6番通りするの ?6 でもいいですよ、別に僕らどちらでも。1番って9番が素晴らしいって言ったなら6投票しなかったら1がもう偽でね、まあ、占って白だったら唯一あれだけど。1番の発言聞いた驚きだよ。もう2、9釣りだよもう。7番が3人目出て、
霊能に白を打って強靭らしいんです。この発言聞いて、まともな345、うん、9の新切り、もう新切り、7番新進行終わり、9番強靭で8番白絶対ないわって言うのがまとも。でもね、345の震えたよ。9番は真でしかない、7番はおかしい、2番なんて恐ろしいよ。あの出方したからこそ真でしょ。恐ろしいよ。まず7番を強靭で置いてる視点は。でも6番でいいよ。うん、345が恥をかけばいいんじゃない。6番です。6番自身がないから、6ローだったらまあラッキーってことで、26じゃなくてまあ16しかないんだろうね。か69か、うん、って考えると、まあまあ分かんないっす。6番の色見ましょうよ。本当はね、9だよ。仕事終わってるから。で、67が1番占うのが正しいですよ。まあ、9の発言がまっとうに聞こえてる。だからダメなんだよ。7番を強靭で見る人ってどういうことなの ?3 人目に出て。もう予告して8番の霊能に白を打ってる。強靭の仕事、うん。怪しい奴に白を打った方がいいよね。本当は9釣りっすよ。まともな村は。あ、でもいいですよ。6番釣りましょうよ。うん。別に6、9は陣外なんで。で、1番占います。はい。6番釣ってください。以上です。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは6番さんです。6番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、しょうがないのかな。まあ、どっちみち釣り切ってくれるんだもんね。そのぐらいかな。いや、わかんないんだよね。7番さんって、まあ、最終で出てきてるから、ローメが高いとは思って、7番さん行ったんですけど、発言的に9番さんは、偽だって、わかるくねって思ってたんだけど、わからない。いや、私も偽臭いのか。まあ、いいんです。はい、頑張ってください。いや、別に6番でいいですよ。夜になりました。占う対象のアバターをタップして選択してください。62なんだけど。61、投票公表だと61なんだけど。占い結果は人狼でした。もう笑うわ、もうこれ。もう笑うわっていう。はい。61。昨夜襲撃された人はいませんでした。3番さんが発言します。6黒でしょ。6黒で1黒2黒でしょ。じゃあ12ローダーで終わりです。もう時短案件っすね。うん、だってどっちから死にいるんだから、もう8番さんが6黒って言った時点で、時短なんだけど。え、自首はあれっすよ。自分をタッチして自首っすね。これ、遅延でしかないと思ったけど、1番さんが自首しました。試合終了、勝利。